ピンポン。慰めてほしいんですよ。嫌ですけど。なんで？私、かわいそうでしょ？頭が。というわけで今回はあかりちゃんに慰めてもらう漫画を描いてきたんですよ。なんで？しかも新婚風。なんでだよ。じゃあ行きます。おい、お前勝手に進めんな。お帰りなさい。お疲れ様。今日は早かったね。どうしたの？元気ないけど。ん？仕事で失敗した。そっか、そういう日もあるな。よしよし、頑張った頑張った。えらいえらい、疲れたやろ。今日はもう寝てもええよ。一緒に寝る。うるせえ。一緒に寝る。一人で寝ろ。ふん、やっぱり王道はダメですかね。じゃあちょっと方向性を変えて。おっす、こらごくん。待て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 。なんで？はい。なんでこれの中身悟空になってんだよ。いやほら、やっぱり疲れた時ってポジティブな人といるとちょっと楽になる時あるじゃないですか。はあ、だからです。まあ、ええか。続けてください。うん。オッスオラコク、今日は早く帰ってきたな。ん？どうしたんだ？なんか全然元気ねえな。よし、そんなおめえに気合が入るおまじないしてやっからな。行くぞー。せーの、オラに、元気を、分けてくれ。何吸い取ってんだてめえ、こら。ちょっとしたジョークじゃねえか、うっせえな。ぶっ殺すぞ。物騒すぎだろてめえ。大体うちの顔で悟空のセリフとか合わなすぎだろ。じっとは考えろや。確かに、どっちかっていうと、チョコになっちゃえ。の方があかりちゃんっぽいですよね。いける。貴様はどうやらひき肉になりてえようだな。あ、ジョークジョーク。ではあかりちゃん、嫌です。先ほどのイラストに、嫌です。声を当てていただいてもよろしいですか？いや、つってんだろ。業務用チョコレート3袋。マスカ任せろお前。お疲れ様、今日は早かったね。どうしたの？元気ないけど。ん？仕事で失敗した？そっか、そういう日もあるな。よしよし、頑張った頑張った。えらいえらい、疲れたやろ。今日はもう寝てもええよ。一緒に寝る。じゃあお前ら4人で寝ろ。てか新婚設定でなんでうちは制服着とんねん。女子高生が奥さんでも問題ないだろ。大ありだバカタレ。